道枝俊介が主演を務める連続ドラママルスゼロの革命がテレビ朝日系で2024年1月にスタートする。本作で道枝が演じるのは落ちこぼれ高校生たちを俺と一緒にこの世界をぶっ壊そうと先導していく19歳の謎の転校生三島霊、三島ゼロ。人の心の隙間に入り込み。 言葉巧みに操っていくカリスマ性を持ち合わせている人物だ。ゼロに導かれた高校生たちはマルスという動画集団を結成して、大人が作った社会を壊し、再構築していこうとする。三年 A 組、今から皆さんは、人質です。の無頭症ごらが脚本を執筆。義母と娘のブルースの平川雄一郎や、 家政婦の三田園の片山お村らが演出を担当する。道枝は今回初めてゴールデンタイの連ドラで主演をやらせていただくことになりました。すごくプレッシャーもありますし、反面楽しみなこともありますが、いつかゴールデンタイのドラマで主演をやりたいという夢があったので、それが叶ったことがとても嬉しいです、とコメントしている。 マルスゼロの革命は毎週火曜の21時から放送。動画配信プラットフォームテラサ、テラサでは毎週の地上波放送終了後にドラマ本編が配信される。マルスゼロの革命、テレビ朝日系2024年1月スタート、毎週火曜21時から21時54分。 道枝俊介コメント、出演オファーを受けて、素直に嬉しかったです。今までにやってきたことのない、携わったことのないジャンルの作品だったので、また新しい一面をお見せすることができるんじゃないかと思いました。これまでやらせていただいた役柄の中でも一番僕自身とのギャップがあるように感じましたし、 若者たちが SNS を使って世の中と戦っていくというのも今だからこそ伝えられるメッセージのようなものが込められている作品なのかなと思いました。これまでのイメージとは変わるという部分では金髪にするのも大きい。そうですね。本当に初めてなんです。初ブリーチで、初金髪、初ハイトーンの髪色です。 撮影が始まる頃には完全にハイトーンの神色になるので、皆さんからもどんな反響が来るのか楽しみですし、そのイメージを定着させて、かっこよくレ、ゼロを演じられたらなと思っています。三島レイという人物をどのように演じたいか。レイはミステリアスで謎に包まれた転校生なのですが、攻撃的なところもあり。 心の奥底には内に秘めた熱さなどもある人物なのかなと思っています。僕は遠慮しがちな性格なので、その遠慮を捨ててしっかりと全力で体当たりでゼロを演じられたらと思います。例には圧倒的なカリスマ性があるが、自身は僕はそんなに感じたことはないです。笑い。 ファンの皆さんはどう感じてくれているんだろう。ゼロは誰が見てもカリスマ的な存在だと思うので、そこはしっかりとゼロになりきって、堂々とした余裕のある姿をお見せできたらいいですね。カリスマ的な存在、この人はカリスマ性があるな、と思う人、木村拓哉さんです。木村さんのまとっているオーラや色気、 たたずまいはすごくカリスマ性を感じますし、やはりパフォーマンスされている姿やお芝居をされている姿を見ても、存在感がすごくて惹かれる方です。木村さんのあの圧倒的なカリスマ性や存在感を参考にできるくらいの気持ちでやれたらいいなと思います。脚本を手掛ける無投症後の作品の印象、クローズゼロなどはすごく見ていて、 ギラギラした世界観というイメージを持っていました。僕はあの、キラキラした世界観の作品に巡り合うことが多いので、180度違ったギラギラした世界に入り込めることは光栄だと思っています。武藤さんに、僕らしいゼロをしっかりと届けられるよう頑張りたいです。また、アクションなども結構ハードなものがあると聞いているので、 どのくらいハードなものになるのかも楽しみにしています。メイン監督を務める平川雄一郎との再タックで楽しみにしていること、平川さんと以前にドラマでご一緒させていただいた時は、僕がまだデビューする前でした。その時から本当にいろいろなことを教えていただき、現場では毎日アドバイスもくださいました。 そこで教えていただいたことを次の作品でも活かすことができていたので、今回デビュー後初めてご一緒することもあり、以前よりも成長した姿をお見せできたらいいなと思っています。視聴者へのメッセージ、今回初めてゴールデンタイの連ドラで主演をやらせていただくことになりました。すごくプレッシャーもありますし、反面楽しみなこともありますが、 いつかゴールデンタイのドラマで主演をやりたいという夢があったので、それが叶ったことがとても嬉しいです。マルスが皆さんの日々をワクワクさせられるような作品に、そして来週どうなるんだろう、続きが気になる、ってそわそわした一週間を過ごしてもらえるような火曜日にできたらいいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。